はい、皆さん、こんにちは。激辛好きな俺の辛食動画。今回は、黒辛カレー焼きそば。黒辛カレー焼きそばです。こちらですね。はい。出来上がってます。それではね、札幌一番ですね、これは。札幌一番があれか。出した焼きそばって、カップ焼きそばって珍しいですね。いや、今日はにしてもあったかい。非常にあったかいですね。それではいただきます。多分辛くないです。うん。しょっぱい。非常にしょっぱい。しょっぱいのが好きな俺でも。これしょっぱいぞ、おい。相当しょっぱいな。うわ、しょっぱ。やっべ、しょっぺ。じゃ、辛さは、ピリ辛ですね。しょっ辛いと思ったら、あ、これ辛いのかっていう。あ、これしょっ辛い辛さかなとは思いつつ、あ、一応辛いやつなんだな。あ、そう考えてみると確かに、ピリ辛だな。っていうレベル。ここにですね、うま、辛、辛って書いてありますけど、別にっていう。まあ、しょっぱいのは認める。これあれだ。ご飯のおかずに食った方がいい。しょっぱすぎる、かなりしょっぱい。で、安定の、辛さに注意してください的なのは、一切書いてないですね。非常に辛いので、の注意書きがない。まあ、イコール、辛くないと。これは激辛度数5です。ゴミ。ゴミだね。まあ、所詮こんなもんか。それではご視聴ありがとうございました。